をさ、ラップでくるんでさ、うん、しとっとあの乾燥してない状態で持ってきてほしい。原虫がいた。本当、うん、じゃあそれで緩かったのかな。いや、わからない。それだけかとは言い切れないんだけど、うん、でも、まあ、その治療をしましょう。はい、しましょう、うん、はい。ただね、薬がめっちゃ苦いんですよめっちゃ苦いんですよ、それが、その薬がね。だから、先にちょっと薬の話しようかな。くっちゃん、あ、こっち、くっちゃん、わかった、くっちゃん。まずこれね、はい、A の2番から、これはね、ブドウ糖です。はい、1グラム入ってます。はい、だから1つの袋にね、はい、これで苦みが少しだけしたい、甘いのでね。はい、はい、で、こちらにいろんなのが入ってるんだけど、結構量ありますね。そう、メトロ、まあ、お腹の薬もいっぱい入れてるからね、はい、メトロニダゾロというのは抗原虫、こいつが苦いんです。しーちゃんも飲まなきゃいけないね、一緒にいるから。とりあえず、まあ、あの琥珀ちゃんしか作る。しーちゃんは運気緩くないでしょ。全然緩くない、うん、でもしーちゃんも懸命した方がいいよね、一緒にいるから、うん、琥珀ちゃんの、あ、え、冬の紙ってこっちに入って、つけてあるの、はい、つけてある、あった、これね、本当メトニナゾールと、それからモサプリゾ、まあ、消化管機能改善薬、まあ、胃腸の機能を高める薬ね。それから、まあ、下痢止め、通常の下痢止め、プラス、ビオイムバスター、まあ、善玉菌です。それから、ディアバスター。もうちょっと強力なビルドね。それから、まああとはタウリンね。まあ肝臓を元気にする。受容器を素材に入ってますね。はい、総合ビタミン。それからプロバイオティクス。まあこれも。これも善玉菌ですね。で、あとはバリックス、これはあの、なんだっけ、ベータグルカン、キノコですね、はい、キノコにはベータグルカンが入ってて、アガリクスっていうキノコがたくさん入ってます、はい、で、こいつが自分に治す力を強くすると、免疫力を高めると、はい、この辺もそうですね、めっちゃ入ってますね、うん、そうなんです、だからこの辺が量が多いから、うん、それで、そうなんです、これがめっちゃ黄色いんですよね。あ、そうです、これね、これが多い。だから、多分これだけでは飲めんか。今までどうやって飲ませたの、薬。チュールとかに混ぜて、先にそれだけ。なるほど、ね、いや、これさ、本当は混ぜて分布しようと思ったけど、これ量が多すぎるから、うん、うまく分布できなくなっちゃうんで、こっちがね、うん、だからもう別にしたんですよ、うん、だから、これ一つずつ混ぜて、1日2回これ2つ混ぜたらすごい量だね。うん、すごい量ですよね。でも、まあ、こっちは1コンで1本ぐらいですね。こっちが多いよね。多いね。こんなにあります。飲めるかな。それか、うん、あの子に、ね、直接飲ませるとさ、怒るよね。注射器でお水とかさ、溶かしてさ、直接飲ませるのは1日2回そんなことやったら喧嘩になっちゃうからさ、多分。そういうのを使った方がいいかもしれないね。チュールだね。例えば歯磨きケース、めちゃくちゃ怒っててもね、歯磨きケースだけは舐めるんですよ。採血ができんくてさ、あの子。はい。動画で出したの1本だけなんだけど、あれ採血できるまでにさ、3回ぐらいやってるんですよ。で、結局ね、もうできんからさ、チュール舐めさせながら採血してたんですよ。すいません。そう。ちょっとあの子、力強いからね、わりかし。で、この薬を出すと。それでちょっとじゃあ自分